宮台ニュースです。宮崎大学初の学生によるベンチャー企業株式会社スモルトが今後の事業展開に向けて記者会見を開きました。ベンチャー企業株式会社スモルトを立ち上げたのは宮崎大学大学院農学研究科2年上野健さん。キバナキャンパス地域デザイン棟で行われた記者会見では今後の事業展開を説明しました。スモルトはサーモンの仲間であるサクラマスを養殖し食用として身やイクラなどを販売する会社です。サクラマスとは市場にはほとんど流通しない希少価値の高い高級サーモンです。産卵時期の秋には金色のイクラが取れます。養殖に特化した種ですね。完全に養殖に特化した種を作っていきたい。一つキーワードとしてですね、お魚版、ディープインパクトを作るというふうに僕らは歌っております。宮崎で、いい美味しいサクラマスを作るといったことを考えてますけれども、将来的にはどんどん地域でそういう産業を作るような役割、そしてそれをどんどん広げると最終的には世界で、新しい産業を作っていく、サーモンの産業、養殖を作っていく、ことが僕らはできるんじゃないかなというふうに思っております。とにもかくにもきっかけはビジコンだったというふうに、思ってますね。毎年本学で開催されている宮崎大学ビジネスプランコンテスト、上野さんの研究テーマでもあった宮崎県沿岸における循環型サクラマス生産事業のビジネスプランを発表し宮崎大学長賞に輝きました。そこから3年で意外に長かったなというふうにも純粋に思ってます。やっとだなとやっとここからスタートが切れるなというふうに思っている。今後は投資家などから調達した数千万円の資金で商品を安定して生産できる技術開発や循環型養殖の生産規模拡大を目指します。地域があるからこそサクラマスも生産できますし、そういうビジネスができるというふうに思っているので、地域と一緒に事業でビジネスをしていければいいかなというふうに思っています。以上、宮崎大学マルチメディアスタジオより宮台ニュースをお伝えしました。